中華連合の捜査？ええ、私たちは中華連合と共同で強奪された生物兵器を追うことになる。にもかかわらずこの状況か。彼女は中華連合との橋渡し役として派遣された。これより我々は協力してあの男、生物兵器を奪ったテロリスト桃地東洋を追跡する。桃地というと空港で竹中を殺した男ですね。奴が米連から生物兵器を奪った犯人だったんですか？そのようだ。奴は竹中から買った情報をもとに米連の輸送部隊を強襲した。この点は中華連合からの情報提供で明らかになった。ですがなぜ奴は竹中のことを？現段階では推測しかできないな。亡命直前の土壇場で関係に亀裂が入ったのか、桃地にとって最初から竹中は捨て駒だったのか。いずれにしても今桃地東洋の手に危険な生物兵器がある。まずはそれを奪還するために動かなければならない。確かに。了解しました。桃地東洋は主に東南アジアで活動する危険なテロリストだ。我が国を敵視し、多くの中華人民がそのテロの犠牲となっている。東南アジア。ふむ、奴の拠点はベナム共和国。今回の生物兵器強奪事件には同国の反政府テロ組織ベナム解放軍、通称 VF が協力したと見られている。なるほど。それが中華連合の掴んでいた情報。VF の支部は日本国内にも存在する。その構成員が生物兵器強奪のメンバーとして動いたのは間違いない。そこで君たちの出番だ。君たち特務中隊はこれより直ちに VF 日本支部に向かい、その幹部グエン・バンタンの身柄を押さえてくれ。生物兵器と桃地の行方をつかむため、グエンの持つ情報は重要な手がかりとなるはずだ。了解です。うん。そしてスー・ジンレイ君、到着して早々になるが、副官として彼らに同行してほしい。それは構いませんが、一つ質問が。何かね。こんな若造が本当に独立中隊の隊長だというのですか？は？俺？ちょっと、あんたいきなり何言い出すのよ。喧嘩でも売ってるわけ？見たままを言ったまでだ。いかにも経験が浅く頼りない。こんなものに中隊の指揮ができるとは思えない。はぁ、何を好きかって言ってくれちゃってるのよ。いや落ち着けよ雪風。俺はあの手のことは言われ慣れてるし、そもそもお前だっていつも俺のこといろいろ言ってるだろ。私はいいのよ言ったって。
あんたのことを何も知らない奴が言うのがムカつくのよ。なんて勝手な。うるさいわね。あんたもちょっとは怒りなさいよ。あんなチンチクリンの小娘にバカにされたのよ。貴様、私を愚弄する気か。ええ、超してるわよ。どこの国の軍人様だか捜査官様だか知らないけど、正直足手まとい。雪風、ありがとう。俺のためにそんなに怒ってくれて。はあ？なんで私が、あんたなんかのために怒らないといけないのよ。これは私のため。一応隊長のあんたがバカにされると、私までこのチンチクリンにバカにされているみたいじゃない。そう、これは私がこのチンチクリンよりも上だと証明するためなんだからね。また2回もチンチクリンと言ったな。へえ、言ったわ。言いましたとも、このチンチクリン。へい、私をチンチクリンと呼ぶな。お子様の喧嘩かな。子供の喧嘩だな。二人とも静かにしなさい。彼が話している最中よ。テロ組織の捜査はタイマ人だけで十分よ。あら、雪風、彼女はタイマ人よ。あの中華連合にタイマ人がいたの？そんな話初めて聞きましたけど。確かに稀な例だけど、皆無というわけじゃないわ。彼女の曽祖父がタイマ人の血を受け継ぐ残留孤児だったの。残留孤児っていうと、第二次世界大戦時の。そう、終戦を大陸で迎え、そのままあちらで生きることになった人たち。スーはその血を引く末裔であり、幼い頃から頭角を現し、何度も飛び級した末に首席で北斗大学を卒業した天才ね。お師匠様、この場でそのようなプライベートの話は。お師匠様？あら、懐かしいわね、その呼び方。この人と知り合いなんですか、浅木先生。そうね、スーは私の愛弟子よ。日本にも何度か訪れていて、御社でタイマ人としての訓練を受けている。だから能力は折り紙付き、保証するわ。愛弟子。お師匠様、そんなもったいないお言葉を。嘘でしょ、この子がタイマ人、それも浅木先生の弟子なんて。お前が何と思うと知ったことか。噂は聞いているぞ、雷撃のタイマ人。ぶっ放すしか脳のない脳筋貧乳バカだとな。せいぜい私の足を引っ張らないように気をつけろ。なんですって。二人とも、こんなところで喧嘩はやめなさい。そうだぞ。これから俺たちは協力して任務をするんだから。だからその点には異論はない。ただその前に、お前の指揮能力に不安があると言っている。いや、
今それを言われてもな。スー、風魔君は私が推した指揮官よ。確かな実力を持っているのは共に働けばすぐにわかる。あなたも気に入ると思うわ。お師匠様のお言葉といえども、あのような。うん、君たちそろそろいいかね。互いに気になることもあるだろうが、今は後回しだ。特務中隊に出動を命ず。 VF 日本支部に急行し、幹部グエンの身柄を確保しろ。何でもないです。この裏通りの奥がベナム人街だ。 VF のアジトもそこにある。表向きはただの食料品店に偽装しているようだが、不審な人員の出入りが見られることから判明した。なるほど、よくそこまで調べ上げたな。たやすいことだ。まあ、未だに自分の庭先すら守れない未熟国家には難しい調査なのだろうが。おう、そうかな。ああ、なんか感じ悪いわね。つまんないことで威張り腐っちゃって、中華連合の人間ってみんなああなのかしら。何？やばい、始まってしまった。それは私に言ったのか。デーレンの帝国主義の犬が一発の口を聞く。はあ、何よそれ。雪風さん、ここは穏便に。平和ボケしたベーレンの奴隷がお前たちを見るとうんざりする。いや、もちろんお師匠様は例外だが、とにかくベーレンとその奴隷にはいずれこのアジアから消えてもらう。アジアのことはアジア人が決める。偉大なる我が中華連合の旗のもとにな。何言ってるかわかんないんですけど。てかそういう偉そうなことばっか言ってるから、あんたの国はみんなに嫌われるのよ。みんなとは誰だ。雰囲気で適当なこと言うな。そもそも周辺国家は我が国の指導と守護に皆感謝の念を。押し付けがましいのよ、バーカ。貴様。ああ、待てお前ら、任務中だろ今。おじさん、最近のケーキどう？あ、私はそこの大根と卵。はいよ、お嬢ちゃん。まあぼちぼちだね。さくらも？現実逃避してないで、こいつらなだめるの手伝ってくれ。
喧嘩するほど仲がいいって言うしね。まあリラックスしているのはいいことではあるが。いや、浅木先生も笑ってないで何とか言ってやってください。ということだ。状況が変わったということね。浅木先生、こうなったら人目を忍ぶ理由もないわ。みんな急いで爆発現場に向かうわよ。はい。ひどいな、そこら中死体だらけだ。この人たち VF って組織の人だよね。桃地の仕業だ。桃地、奴はベナム人と組んでいるんじゃないのか？我が国が動いたと察知して証拠隠滅を図ったのだろう。桃地は目的のためなら手段を選ばぬ悪辣な男だ。確かにこのやり口、とんでもない外道みたいね。なんか出てきたよ。こいつらまた空港の時と同じような対魔人もどき。魔の気を感じるわ。みんな気をつけて。とにかく周囲を探ろう。爆破した犯人はまだ近くにいるはずだ。
行きまーす。ゴーゴされた人はクエンバンタンだ。ほーら、これでおしまい。残念ね、アサギン。生物兵器を追う手がかりがたった今死んじゃった。おぼろ、なぜノマドのお前がモモチに協力する。さあ、意外とあの男のあれが良かった。どっか？そうか。ならば力尽くでも口を割らせてやる。相変わらずせっかちな女。お前たち、奴らの相手をしな。はっ、おぼろ様。ノマドの鬼武者か。また会いましょう、アサギ。あんたがここで死ななかったらね。急ぐぞ、みんな。まだ追いつける。今からでは無意味だ。スー、何をしてるんだ。おぼろを追うぞ、走れ。黙れ、日本人。私はまだお前を指揮官だと認めていない。手がかりを持っていたはずのグエン・バンタンは死んだ。あのノマドの女も見失って、今からでは見つけようがない。これ以上走り回ったところで何の意味もないだろうが。いや、スー、それについてだが。やれやれ、口では偉そうだけど、やっぱりお子様ね。頭に血が上って肝心なところが見えなくなっちゃってる。何？いいえ、雪風の言う通りよ。周りをよく見なさい、ス。お師匠様まで、一体何のことを言って。ああ、スーちゃん、あれだよ、あれ。フーマくんの指揮ドローンがいないよね。指揮ドローン？ああ、
ちょっと前から部隊から話しておぼろを捜索させてたんだ。まだ奴が遠くに行ってないようなら、なんとか居場所をつかめるかも。いた！おぼろを見つけました。数ブロック先の倉庫街です。お手柄ね、風魔くん。みんな、急ぐわよ。Thank you.
よーし、大暴れしちゃうんだから。さくら、行きまーす。ゴーゴー。待て、おぼろ、追い詰めたぞ。しつこい奴らね。いいわ、ここでぶっ殺してあげる。さて、お前が知っていることを話してもらおう。迷子の相談かい、お嬢ちゃん。ママの居場所なら知らないよ。そうか。この子娘。おい、スー、何やってるんだよ。ノマドの幹部オボロ、お前は体を妖魔化していて簡単には死なないと聞いている。それがどうだってのよ。いや、それを聞いて安心した。我が人民解放軍の拷問技術は世界一だ。簡単に死なれてはその全てが披露できないからな。頭のいかれた小娘だね。後悔するよ。それだけ叫べるなら加減はいらないな。ちょっと待て、どういうつもりだ、スー。ここは日本だぞ。それがどうした。私は任務遂行に必要なことをしている。つまらん干渉や正義感で口を挟まないでもらおうか。いや、明らかに拷問はやりすぎだ。ほう、甘ったれた日本人は拷問がお嫌いか。誤射だって拷問を使うことはある。だが、あくまでもそれは必要とあればだ。この女が優しく尋ねるだけで口を割ると。喋らせる。俺にやらせてくれ。ふん、やってみればいい。
だがお前が失敗したら今度は文句は言わせない。ああ、分かってる。お優しい坊やだね。正義のヒーローごっこは楽しいかい？あんたと俺は利益を共有できると思うぜ。利益を共有？いいじゃない。私を逃がしてくれるんならあんたの願い事を何でも一つ叶えてあげるなんてのはどうだい？やはり話にならないな。待てす、ここからだ。おぼろ、あんたがというよりノマドがなぜ桃地に協力したのか、ポイントはここだ。へえ。俺の推測では答えは簡単だ。表の社会が荒れれば荒れるほど裏社会に利益が転がり込む。犯罪結社ノマドとしては中華連合を消耗させ、あるいは米連と軋轢を起こすことで双方にダメージを与えるのを狙っていた。そのために協力という形で歪んだ思想を持った桃地を利用した。違うか？そう、坊やが何を言ってるかわからないね。俺たちが今追っているのは桃地東洋と奴が持つ生物兵器だ。あんたとノマドに関しては今はこれ以上探りを入れるつもりはない。だけどあんたがあくまで白を切るのならこちらも必要な手段を取らなければならなくなる。手段ね。砂糖みたいに甘い坊やにそんな手段は取れるのかしら。さあどうだろうな。俺は人体実験や拷問のようなことはしたことがないんでね。おやおや、それじゃあ何も喋らなくても特に害はなさそうだね。だからそうなった場合はそれを専門とする機関にあんたを引き渡すしかなくなるわけだ。ノマドの情報は世界中が欲しがっている。米連か中華連合の反ノマド派へ引き渡せばそれなりの待遇で迎え入れてくれるだろうさ。俺たちは桃地東洋の情報が欲しいだけだが、他の国はどうだろうな。お前が知っているノマドの情報を全部吐かせるまで連中は何でもするぜ。喜べよ、おぼろ。これから一生我慢っていう張り合いのある人生が送れるんだぞ。このクソガキが。ありがとう。胸がスッとするよ。さて、それが嫌なら桃地の情報を喋ってくれ。条件がある。俺にはない。あんたが喋るか喋らないままよその国へ行って行方不明になるかだ。くそ。ただこの作戦は極秘の任務だ。俺たちは桃地東洋の情報を求めてここに来ただけだ。政府から大々的に指令をもらったわけじゃない。通りすがりの誰かが勝手に情報を喋ってくれたとしても俺たちにはその人物を捕まえる法的な権限はないんだ。桃地東洋の情報を教えれば見逃すってのかい？
通りすがりの人物が喋ったことを俺が小耳に挟んだだけさ。下手な大根役者が。自慢じゃないが、芸術の授業じゃいつも赤点さ。よかったね。芸術の教師は見る目があるよ。コートララと？その島にあの男は向かったよ。知っているのはそこまでだ。そうか。じゃあ浅木先生、スー。ええ、わかった。おい、私を見逃すという話じゃなかったかい。捕まえる権限もないって言っていただろうが。通りすがりの一般人を捕まえる権限がないってだけだ。あんたは通りすがりでもないし、一般人でもない。危険な裏切り者だ。ただ、真実を一つだけ。安心しろ。拷問も人体実験もなしだ。あんたは御社町の地下で時々ノマドの情報を喋ってくれるだけでいい。これからはそんな簡単なお仕事で3食昼寝付きの住処が提供されるんだ。嬉しいだろ。お前、これ以上暴れるなら獅子の骨を折る。アサギ、お前はそれだけ信用できないからな、おぼろ。クソ、まあ、クソガキ、ただじゃ済まさないよ。いつか必ず八つ裂きにしてやる。夜道には気をつけな。むごたらしく許してくれって言うまでなぶってから殺してやる。そうかい、忠告ありがとう。今日からは夜道の一人歩きを控えるようにするよ。この親の顔が見てみたいもんだね。クソ親父なら死んだよ。お袋は顔も知らん。はっ、ろくな親じゃなかったんだろうね。あんたみたいな性悪が生まれたんだから。ああ、その通りだ。ろくな親じゃない。おかげで俺は苦労しっぱなしだ。愚痴を聞いてくれてありがとう。あんた実はいいやつだな。この可愛くないクソガキだね。まったく。強さとテンションアップ。Homie on this shit.